こんにちは。夢を見ました。どんな夢かというと、鳥がですね、たくさん出てくる夢で、それがですね、全部インコ系なんですね。インコとオウム、10羽、すごい出てきて、夢の中に。オウムみたいなでっかいのもいてですね、たくさんの鳥を飼う夢を見まして、何なんだこの夢はと。それで夢占いちょっと見てみたんですけど、たくさんの鳥が登場する夢ありました。幸運援助のサインです。あなたの運気は高まり、難題にぶち当たってもサポートしてくれる人の手によって幸運が得られるでしょう。特に仕事運の高まりが顕著なため、仕事で成功を収めることになりそうですとありましてですね、いい夢だと、いうことで、よかったです。まあ、夢占いたまに見るんですけど、どうなんですかね、夢占いって、まあ、その時の精神状態を表しているのかもしれないですけど、すごくこう忙しいとかストレスが溜まってる状態の時に見る夢って結構怖いんですよね。僕ね、よくね、見た夢が、最近見ないんですけど、一時期ですね、結構見た夢があるんですけど、歯が全部抜ける夢なんですね。口の中で歯が全部抜けちゃって、ゴロゴロしてるんですよ。歯がもう口の中にで遊んじゃってるみたいな夢をですね、何回も見ました、昔。あれはね、結構怖いんですね。あとね、髪の毛が全部なくなる夢っていうのもありましたね。髪の毛なくなる夢結構悲しいんですよ、夢の中で。いやー、いつの間にか髪の毛がなくなっちゃったなーみたいな。でもまあ僕結構諦め早い方なんで仕方ないなみたいな感じで。一回見た夢はなんかね、こう、頭のてっぺんあたりが、この辺がこう、毛がですね、全くなくなった夢を見たんですけど、こうやると前髪が残ってるから見えないじゃないですか、前から。だから夢の中で、あ、いつもこうやればバレないんだとかって思って、夢の中で納得してた夢がありましたけど、そんなことやってもね、後ろから見られたりとかしたらもう丸見えなんで、意味不明なんですけど、夢の中ではこうすれば見えないな、みたいな、そういう夢を見たことがあります。はい。というわけでしてね、今日はなんと、久しぶりにアーマインカピスさんがやってくるんですけど、今日ね、アーマインカピスさん呼ぶほどの内容でもなかったんですけど、ちょっとね、呼んでみました。暇そうだったんで。はい。アーマインカピスさん、どうぞ。こんにちは。お久しぶりです。アーマインカピスです。YouTube でですね、カーマインアピスって検索すると、何個目かになぜかアーマインカピスが、私が出てきてしまうんですけど、恐縮です。今日はですね、カーマインアピスさんの得意な、太刀打ち湯。このフレーズがあるんですけど、これについてですね、ちょっとお話ししたいと思います。随分昔の、ドラムマガジンに、カーマインアピスさんの太刀打ち湯が紹介されてた記事があったんですけど、その中でですね、左スタートで、フィルを打ち始めて16分音符 でその流れで行くと、ハイハットのチウチウのところ右手で行けますよと。右手で行った方がパワフルに打てるし、右足と一緒に打つので、打ちやすいと、左手よりもね。そういうのが書いてありまして、まあこういうことですね。簡単にやるとですね、左スタートで、タタタタタ、タタ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 タ、チウチウチウですね。っていうことですよ。左から行くと、このチウチウが右手で打てると。そういうことが書いてあったんですけど、僕ですね、僕はアーマインカピスなんですけど、僕は、
カーマヤピさんが実際どう打ってるとかっていう話じゃなくて、僕ですね、僕はですね、この太刀打ちをやるときに、この手前で手順を変えるのがちょっと手癖になってまして、どういうことかというとこういうことです。右左左右左で治癒中、こういう形になります。で、今立ち打ち打の話してるんで、アクセントこう左でだけになってるんですけど、また僕の話で恐縮なんですけど、僕の場合は結構こうやるんですね。右左左右左がアクセント、こうやっていくことがですね非常に、多いですね。まあこの辺はその人その人によってですね、好き嫌いがあると思うんですけど、参考にしていただければと思います。立ち打ち打、右スタートで行くんだけど、左手一回入れて、右左左右左で治癒治癒、このパターン。はい、それでですね、これまたですね僕の場合なんですけど、今日はだからもうあのアーマインカピスの話だ、カーマインアピスの立ち打ち打に乗じて、僕のやり方を発表すると、そういうことになっておりますけど、チユチユの時に左手も小さい音で入れてあげると、この左手リズムがですね取りやすいんですね。ですね、実際のやっていただけると分かりやすいんですけど、ぜひ入れて、あんまり入れると立ち打ち打がちょっと消えちゃうので、立ち立ちだってなっちゃうんで、あの要注意なんですけど、はい、それとですね、出口やった後、これ締めて終わりでもいいんですけど、これもですね、僕の、あの、手癖なんですけど、この、閉じるときに左手2個入れる。そうするとですね、次の拍の頭が右手になるんですね。ちょっと、髭が、調子が悪いですね。急に落ちる可能性が出てきました。それはそれで面白いんですけど、なんとか、持ちこたえたいと思います。ちょっと本当に落ちそうですね。はい、いきますよ。これあの今チューチューチュー3回入れてますけど、2回でも同じです。左手2回入れると次右手が拍の頭いけるのと、やっぱり音を埋めることによって、リズムキープの意味、それとまあ僕の手癖ですよね。はい、まとめます。ですね、まずドラムマガジンに昔載ってたやつ、おそらくあれドラムマガジンが音取ってるので、カーマインアピスさん本人もそうやってるのかもしれないですけど、左スタート、左スタートで行くとチウチウ、16ブラが右手で叩けるからチウチウがパワフルに、しかも右足と、一緒にダンダンってやりながら行けますよというのと、その後ですね、僕の場合アーマインカピスの場合ですね、手順これで
右でいろいろやってるんだけど、左手2個入れて。入りね。で、僕の場合は、こういきますよ。立ち打ちゆなんじゃなくて、立ち打ちゆ。こういう形でいきますよと。そして、あと隙間に、左手入れてあげると、リズムが取りやすいですよと。それとですね、最後に出口。左手2個入れて、締めたい場合は逆に入れない方がいい。ちょっとブレイクっぽく。そういうのありですけど、僕結構入れちゃうパターン。これ入れると、例えば、2回、この後、2回でもちゃんと左入れると次右手で全部いけますんで、はい、そういうお話でした。なんとかですね、ヒゲが、保たれたまま終えることができました。はい、いかがでしたでしょうか。それではゆっか先生、どうぞ。はい。というわけで今日はですね、アーマイカピスさんに来ていただきました。アーマイカピスさんですね、近日中にミュージックビデオを撮影するんですけど、そこで、なんと出演するということで、楽しみだと言っておりました。その出演するビデオ、ミュージックビデオがですね、できましたら、この動画でも発表したいと思います。もしかしたら2曲ぐらい出るのかな、ちょっとわかんないんですけど、もしかしたら2曲かな、ちょっと僕まだあんまり決まってない、1曲はもう決まってるんですけど、もう1曲撮るのか、撮るような話も聞いてたんですけど、そこにもアーマイカピスさん出るのかもしれないですけど、ちょっとまあはっきりわかりましたら、お知らせしたいと思います。ありがとうございました。